Rest in this lullaby, and in my arms I'll hold you tight. We'll wear you down. モノミス、ムンダスにおいては、紛争と不均衡こそが変化をもたらすのであり、変化とは、11の力の中でも、最も神聖なるものである。変化とは、焦点も根源も持たない力である。エグニスル、タヘリタエ、サイジック教団。端的に言えば、人間とアルドマーの世界観の違いは、神と常妙者との関係性にある。人間は、不死の者の力によって自分たちは作られたと、謙虚な姿勢を示しているが、アルドマーは、自分たちが、そういった者たちの直系であると考えている。一見、大したことではないように見えるが、これが、それぞれの神話を作り上げる違いとなっている。タムリエルにおける宗教の始まりは、みんな同じである。人間であれ、エルフであれ、世界の始まりは、アヌとその片割れという二元論から始まる。この二つの力には、アヌとパドメイ、アヌイエルとシシス、アクトエル、サタクとアケル、肯定的存在と否定的存在といった多くの名前が付けられている。アヌイエルは、言語に絶する永遠の光、シスは、言葉で言い表せない堕落した行為である。その中間がグレイメイビーだ、エルノフェイ語で見るを意味する。多くの文化で、アヌイエルは、世界の創造に関わったものとして崇められているが、実際の反応を生み出すのはシスであるため、より高い位置づけとなる。このため、シスは原初の創造者であり、自分が意図していなくても、本質的に変化をもたらす存在なのである。その存在は、シストでさえも認めている。混沌のシスに対し、アヌイエルは秩序として認識されている。アヌイエルが、神話的背景でも、シスによる気まぐれの影に追いやられてしまうことから伺えるように、常妙の者にとっては、完全な停滞状態より変化を思い描くことの方がたやすいのかもしれない。非常に生き生きと描かれているヨクーダの民話では、サタクは、ハムとして、ほんの数回しか出てこない。その力は、あまりにも普及しすぎていて、まるで存在していないも同然になっている。ともかく、この二つの存在から、原初の神々、もしくは、原初の魂と呼ばれるものが生まれたのだ。これらの原初の神々は、人間にとっての神であったり悪であったりするのだが、アルドマーにとってはエイドラ、デイドラ、もしくは先人なのである。タムリエルの神殿では、原初の神全員を祀っているが、文化によって神々として認識されているメンバーはそれぞれ違う。しかし、どの神殿にもアヌやパドメイのような竜神と不在の神の典型が含まれている。竜神と不在の神。竜神は必ず時と関連していて、一般的に最初の神として崇拝されている。日が差すようになった無限の世界にある止まり木の持ち主であり、赤都市と呼ばれることが多い。シロディール帝国における神の中心である。不在の神は、必ず、常妙者世界と関連があり、人間とアルドマーを分ける際の鍵ともなる。不在というのは、この神が神殿にいない、様々に解釈されている別の精神的苦痛、という意味、もしくは、不死の者から、聖なる光を奪われたことを意味している。ロルカーンと呼ばれることが多く、良くも悪くも、様々な呼び名が多数存在する。ここでは、まだ、タムリエルと常妙者世界は存在していないことに注意してもらいたい。グレイメイビーは、まだ、原初の魂の遊び場なのだ。より強く、アヌの光と結びつきがある魂もあれば、不価値な虚無とより強い結びつきを持つ魂もある。これらは、一定流用と相互作用によって数を増やし、長い時間をかけて性格が固まっていく。赤都市が形成されると時が始まり、魂が自身について過去と未来を持ったものだと気がつきやすくなる。認識可能な魂のうち、
最も強いものはメファーラ、アーケイ、イフレ、マグナス、ラプトガなどを具体化する。他は、概念やアイデアや感情のまま残る。その中でも最も強い、ロルカーンと呼ばれたむき出しの衝動がムンダス、つまり上妙者世界を作る計画を練り上げた。レッドガードを除く人間は、この行為を、神の慈悲、低級生物が節を手に入れる悟りとみなしている。逆に、ダークエルフを除くアルドマーは、この行為を、精神世界とのつながりを切り離す残酷な企みとみなしている。アービスの神話、アルテウムの擁護者たちは、副題に、サイジックの大化と付けられた神話のアービスの中で、ユリエル5世が統治していた初期の、最も華々しい時代における、基本的なアルドメリの宗教について説明している。この中では、ロルカーンの概念に対する批判や偏見が巧みに避けられている。これは、シロディールの者たちから神々の失われた兄弟、シェザールとして尊敬を集めている存在だ。この事実にもかかわらず、サイジックでは、エルダーに関して、良い印象を与える概要が示されているため、我々のここでの目的を果たしてくれるだろう。これは、帝国神学校の記録保管書にあった身元不明の書記官の手書きの書である。神話のアービスは、架空の不自然な領域として、計り知れないほど昔から存在している。アービスは、アヌとパドメイの肯定的及び否定的存在とのグレーゾーン、つまり判断しにくい曖昧な部分を暗示するのに使われている。これには、エセリウスやオブリビオンなどの組織化が、それほどしっかりしていない多数の領域が含まれる。神話のアービスから派生した神秘的存在は長い時間をかけ、物語にぴったりな複雑な道を歩みながら、神話を形成していく。これらは、節の両極性の一部から作られた魂である。これらの最初となったのが、時のドラゴン、アカトシュであり、アカトシュの形成によって、他の魂が自分たちを形成しやすくなった。神と悪は形成を繰り返し、子供を設ける。最後に、神話のアービスの神秘的存在が、究極の物語を伝えた。彼ら自身の死についてである。これは、ある者にとっては、具体的で魔法のない世界への芸術的な変貌だった。他の者にとっては、すべての者が殺され、その身体を世界の物質の一部とする戦争だった。または、親の魂が死に、続いていく上妙者たちに道を譲るというロマンチックな結婚と子育てだった。この共有判断をもたらしたのは、初期の神話で、詐欺師やペテン師と非難されたロルカーンである。もっと共感的な作りになっている物語では、ロルカーンこそ、上妙者世界が存在する理由であるとされている。芸術家や職人としてか、それとも溢れる想像力からか、はたまた、他の類似の感覚からか、神秘的存在は、上妙のアービスという種族を、自分たちのイメージに合わせて作った。神秘的存在は、その後、死んで、原初の神々になった。原初の神々は、上妙者によって、神や魂やアービスの特質として認識され、崇められている。彼らの死にもかかわらず、これらの神秘的存在は、自分たちを、不自然な領域にいる他の神秘的存在から切り離していた。デイドラが、オブリビオンやパドメイの虚無に近い領域に適した、魂や神として作られたのも、この頃だった。これによって、神話の時代、神話期、が始まった。原初の上妙者たちは、これを喜びに満ちた、第二の創造もしくは、特にエルフからは、痛みを伴う神からの破砕など、様々に認識されている。これらを生み出したのは、常にロルカーンだった。ロルカーン。この創造者兼ペテン師兼分析者の神は、タムリエルに存在する、どの神話にも登場する。最も一般的に知られる名前は、アルドマー語のロルカーンもしくは、破滅の太鼓である。彼は、父親であるパドメイが始まりの場所に不安定さをもたらして現状を乱したのと同じように、原初の魂を説得、もしくはけしかけて上妙者世界を生み出させた。
その世界が実現すると、ロルカーンは神の中心地から離れ、伝承によっては不本意ながらという説もあるが、原初の神々の創造をさまよう。これらの出来事は、文化によって、解釈が大きく違う。これから挙げるものは、比較的よく知られている例である。ヨクーダ、ワールドスキンのサタカル。サタクは、第一の蛇と呼ばれる過去から来た蛇で、未来は、この蛇の光る鱗で眠っていた。しかし、それはとても大きく、他には何も存在せず、トグロを巻いていた。未来は、互いの間をすり抜けながらも、呼吸も存在することもままならないほどの空間しか与えられていなかった。そこで、この世界は、外に出してくれるよう助けを求めるが、当然のごとく、第一の蛇の外には何も存在していなかったため、助けは、うちに求めるしかなかった。これが上のアケルである。アケルが存在を表し、サタクは、これ以上ないほどの空腹を感じることしかできずに、食べて食べて食べ続けた。しばらくすると、世界に空間が生まれ、始まりの時を迎えたのだった。これらは新しく生まれたばかりで、物として存在することに慣れていないために、間違いを犯すことも多かった。そのため、大抵の場合は、すぐに早い段階で終わるか、上手にできないか、自分たちで見切りをつけた。始まろうとするものも多かったが、サタクが近づいて全部食べてしまうのであった。なんともむごい時代だった。それから、すぐに、アケルは、サタクを、自らの心臓に噛みつかせ、それで終わりを迎えた。しかし、死後も空腹感は収まらず、第一の蛇は脱皮し、新たな存在に生まれ変わろうとした。古き世界が消滅すると、サタカルが始まり、物が、その図式に気がつくと、その中で、彼らの果たすべき役割についても気がついた。そのうちに、ラプトガやトゥワッカのような名前を名乗り、仲間を求めて歩き回った。サタカルは、自分を繰り返し、何度も何度も食べたが、強い力を持った魂は、奇妙な方向に移動することで、それを回避できるようになった。この行動は、ウォークアバウトと呼ばれるワールドスキンの合間を歩く方法である。ラプグタはとても大きかったため、弱い魂が自分たちの行き先を見つけやすいよう、空に星を散りばめることができた。これによって、魂は道をとても見つけやすくなり、ここは、壁楽の騎士と呼ばれる次の皮膚を待つ場所になった。ラプトガは、周期を通して多くの子を生み出すことができたため、長身のパパという名で知られるようになった。他の者のために星を並べて空を作り続けたが、周期が何度も何度も巡るうちに、助けを必要としている魂が増えすぎてしまった。そこで、過去の皮膚の残骸から助手を作り出した。これをセプもしくは第二の蛇と呼ぶ。セプの中には、大きな上が残っていた。複数の皮膚にあった複数の空腹感である。その強い空腹感のせいで正気を保てない場合もあった。時折、助けなければいけない魂を食べてしまいそうになったが、長身のパパが必ず手を伸ばして魂を引き離してくれた。しかし、結局、長身のパパの手伝いに飽きたセプは、古いものから新しいものを作り出せば、新しい世界にたどり着けると言って魂を騙し、古い皮膚の残りを集めてひとまとめに丸めた。魂はこの方が楽だったため、この生き方をとても気に入った。一つの場所からまた別の場所に行かなくていいのだ。多くの魂はこれはいいことなんだと信じて加わった。これに対して長身のパパはただ首を振るだけだった。ほどなくしてサタカルの本当の世界から距離が離れすぎているために、丸められた皮膚の塊は死に始めた。そして、ようやく、壁楽の騎士に飛び込むにも遠すぎることに気がついた。残った魂は、長身のパパに、元の場所に戻してくれるよう懇願した。しかし、厳しいラプトガはそれを聞き入れず、今度は、自分たちで星をたどり、壁楽の騎士に行き着く方法を新たに見つける必要があると言った。
それができないなら、自らの子供を通して生き続けるほかなかった。しかし、セプには、もっと、大きな罰が必要だったため、長身のパパは、この蛇を、大きな棒で叩き潰した。すると、空腹感が死んだセプの口からこぼれ落ち、それが、第二の蛇で唯一残されたものとなった。セプを除いて、新しい世界のものは、みんな、神格へと戻るために懸命に努力することを許されているが、セプは、死んだ皮膚の中でこそこそ動き回るか、空を泳ぎ回ることしかできず、空腹を感じると嫉妬して星を食べようとしたのだった。シロディールのシェザールの歌。シェザールは、初めて、成功する保証はないが、母親や父親になること、責任を持つこと、大きな犠牲を払うことを神々に説明したが、その彼らに対する話し方が見事だったため、彼らは心を動かされ、疑問や涙を飲み込んだ。エイドラは、自分たちの一部から、新たな生命を作れるように、世界や獣や他の生き物に、自ら生命を生む権利を与えた。しかし、この自ら生命を生む権利は、大きな痛みを伴うもので、この後、エイドラは、創始の頃より持ち続けていた若さ、頑強さ、力強さを失ってしまった。中には自分たちが失ったものに失望し、憤慨するエイドラもいて、彼らは、シェザールが、自分たちに嘘をついて騙したと感じていたために、彼自身とすべての創造に対して腹を立てた。アーリエルを筆頭とするアルドマーの神々であるこれらのエイドラは、弱体化した自分自身と自分たちが作ったものに嫌悪感を抱いた。今も未来も、すべてはダメになってしまった。我々にできるのは、エルフの種族に威厳を持って、気高く我慢することを教え、自分たちの愚かさを責めて、シェザールとその仲間に復讐を果たすことくらいだ。だから、エルフの神は暗く陰気なのである。だから、エルフは、上妙であることに満足できず、この、過酷でろくでもない世界の厳しさの中でも誇り高く冷静でいられる。他のエイドラは、想像を見て、とても喜んでいた。これらのエイドラは、赤トシを筆頭とした人間と獣人の神々で、上妙種族を褒めたたえ、大事にした。我々は、言えることない痛手を負い、衰え続けるが、我々の作った上妙者世界は輝かしく、心と魂を希望で満たしてくれる。上妙種族に良い生き方や美しさと誠実さを大切にすること、そして、我々が彼らを愛しているようにお互いを愛すことを教えよう。だから、人間の神々は、優しく忍耐強い。だから、人間と獣人は、楽しむ心や苦しむ心を持ち合わせ、より素晴らしい知恵とより良い世界に、大きな望みを抱いているのだ。デイドラの主は、シェザールの言葉を聞き、彼と他のエイドラを嘲笑った。自分たちの一部を切り離す？しかもそれを失う？永遠に？そんなの馬鹿げている。きっと後悔するぞ。我々はお前たちより賢い。世界は自分たちで作るが、切り離したりも、馬鹿にさせたりもしない。完全に支配できる、永遠に、自分たちのものとなる世界を、自分たちの中に作る。そうして、デイドラの主は、デイドラの世界と下級デイドラを、上級から低級に分けた階級を作った。デイドラの主の身近には、常に、辛抱者や召使いや玩具ができ、これに大変満足した。しかし、同時に、彼らは、時折、羨みの目で、上妙者世界を見ていた。確かに、上妙のものは、粗野で、力も弱く卑劣だが、その情熱や野心は、愚かな下級デイドラと比べて、ずっと驚きがあり、面白かったのだ。これゆえ、デイドラの主は、興味深い上妙種族の生き物、特に情熱的で、力強いものに言い寄ったり誘惑したりする。彼らにとって野心を抱く偉大な上妙者を、シェザールとエイドラから盗み取るというのは、至福の喜びなのだ。お前たちは、自分をバラバラにする愚か者だと、デイドラの主は嘲笑い、その上、
自分たちの一番上等な欠片を引き止めることすらできない。彼らは、考えがまとまっていないエイドラの愚かな低俗さよりも、デイドラの主の栄光と力を選んだぞ、と言った。アルトマーの世界の心臓。アヌは、過去も現在も、すべてのものを包み込んでいる。自身が、アヌイエルの魂と他の魂すべてを作ったことに気がついているのかもしれない。すべての魂と同様、アヌイエルも自己を顧みる傾向があったため、自分の形、性格、思考力に違いをつける必要に迫られた。こうして生まれたのがシシス。アヌイエルが自分について試作する際に使用する限界のすべてを持つものである。このため、すべてのものの魂であったアヌイエルは、様々なものになったが、過去も現在も、これはアービスとの相互作用である。最初、アービスは、アヌイエルの熟考が闇雲に続いたため、動揺し、混乱した。それから、アービスの一部は、先々の予定や、完全な知識の外で長く楽しむための方法について尋ねた。こうした方法で自分自身を理解できるようにと、アヌは自分の魂の魂、アーリエルを作り出した。アーリエルは、アービスから時という新しい力として流れ出た。時間とともに、アービスの側面は自分たちの本質や限界を理解し始めた。そして、マグナス、マーラ、ジェンという名前を持つようになる。これらの一つ、ロルカーンは本質というより限界であり、どこであれ長く存在することはできなかった。アヌイエルの各側面に立ち入ったロルカーンは、限界を基盤とする考えを植え付けた。その側面の側面が内省することさえできる魂を、アービスのために作るという計画について述べたのだ。彼は、多くの支持者を得ることができ、アーリエルでさえ、新しい世界の王になれると言われて、ロルカーンに手を貸すことに同意した。そうして、彼らは、自分たちの側面が生きるためのムンダスを作り、原初の神々となった。しかし、これには裏があった。ロルカーンの思惑通り、この世界には限界が多く、そのため、アヌのものなど、ほとんど何もない。ムンダスはシッスの家だったのである。彼らの側面が次々と死に行く中、原初の神々は完全に消滅した。マグナスのように逃げる者もいた。これゆえ魔法には限界がない。イフレのように世界全体が死んでしまわないよう、大地の骨のエルノフェイに姿を変える者もいた。生き延びるために、結婚や子供を作らなければならない者もいた。それぞれの世代は、前の世代よりも弱く、すぐにアルドマーが現れた。そして暗闇に覆われる。ロルカーンは、人間と呼ばれる、最も弱い魂から軍を作り、シスを隅々へと送った。アーリエルは、彼らを取り戻すようアヌに懇願したが、すでに他のもので、それらの場所を埋めてしまっていた。しかし、彼の魂は、以前より穏やかで、アルドマーを、人間の大軍から守れるようにと、アーリエルに、自分の弓と盾を与えた。汚れた原初の神々に耳を貸したチャイマーのように、すでに倒れた者や、ボズマーのように、マニッシュの女を妻にめとることで、時の流れを汚した者もいた。アーリエルは、エルダーウッドであるアルトモラを助けることができず、人間に敗れた。彼らは、古きエルノフェイまで南へ東へと追いかけられ、すぐ、後ろにロルカーンが迫っていた。彼は、地面を粉々に打ち砕いた。最後に、アーリエルの、最も偉大な騎士だったトリニマックが、ロルカーンを、彼の軍勢の前で打ち倒し、彼の心臓を抜き出した。それでも完全には死んでいなかった。人間は、ロルカーンの体を引きずっていき、未来永劫アーリエルの子孫に血であがなわせることを誓った。しかし、トリニマックとアーリエルが、ロルカーンの心臓を破壊しようとすると、心臓が笑い出した。そしてこう言った。この心臓は世界の心臓。一方が、他方を満足させるために作られたものだ。アーリエルは、心臓を矢にくくりつけると、海の遥か遠くへ、
新しい世界の誰にも見つからないところまで飛ばしたのだった。